邪気がもたらした災禍を払い、数日故郷の村へと戻った夜叉丸は久々に父の墓前へと赴く。4年前村を飢饉から救うために江戸へと旅立った父は一揆の首謀者として処刑され、首だけとなって帰ってきた。なぜ父のような善人が踏みにじられねばならないのか。父の骸に涙を流したあの日、夜叉丸は幕府と戦うことを誓った。この道を選んだことに後悔などないはずだった。しかし静香御前が最後に残したつぶやきが夜叉丸の胸の内から消えないでいる。どうかその慈愛に満ちた心をいつまでも大切に。あの時消えゆく彼女の微笑みに父の面影が重なったような気がした。踏みにじられる者たちの嘆きに応え、誰も罰せぬ悪人をその手で裁くため、義賊カラス天狗は闇を飛ぶ。行き着く先が地獄であろうと、その足を止めることは許されない。幕府との果てなき戦い、この修羅道を選んだのは他でもない夜叉丸自身なのだから。